皆様、こんにちは。こんにちはだぜ。今回はこの、ドローンデリバリーディスペアというホラーゲームを遊んでいくわよ。ドローン配達の絶望って感じのタイトルかな。どうやら大災害が世界中で発生し、人々が外に出られなくなってドローンが大活躍してるって世界観みたいね。マジか、そんな大変なことになってるのか。我々は一台のドローンとなり、人々の助けになりましょう。了解なのぜ。私のドローン操縦テクを見とけよ。あんたって、ドローンの操縦したことあったっけ？まあいいわ、ゲーム開始よ。これは何かのエラーログかな。2050年10月17日のデータが復元されたようね。2049年、異常気象と大気汚染のため、厳しい検疫が導入された。どのような状況であっても、自宅を離れてはならない。食料、衣類、医薬品など、必要な資源を受け取ったり、送ったりするには、自宅の注文センターで注文を行う必要がある。各住宅には、小包の受け取りと送付を担当するリーダーがいる。改めて聞くと大変そうな状況ね。ドローンは全部で1500台弱いるのか。ドローンだけで物資の配達は間に合うのかしらね。どうだろうな。早速始まったわね。背の高いビルが大半だな。大都会じゃないか。移動は WASD ね。単純操作で助かるのぜ。キュートいいで旋回よ。OKOK。他のドローンたちも上空を飛んでいるわね。あいつらに負けないようにバリバリ配達してやるのぜ。スペースとシフトで上昇と降下ね。なんだか楽しくなってきた。基本操作はこんなところかしら。それじゃ、奥のマークされた場所に荷物を取りに行こう。他のドローンにぶつからないようにしてね。カジノの看板があったな。人間が外に出られないんじゃ、カジノも併用でしょうね。目的地が近づいてきたな。位置を合わせないと。小さなクレーンがあるわね。荷物を準備してくれてるのかしら。むむ、なのぜ、スムーズに着陸するのが難しいぞ。ドローンの操縦得意じゃなかったの？あれ、どうやって拾うんだ？機体をもっと近づけた方がいいんじゃない？ F を押して拾うらしいな。こんなとこで詰まってたら初日からクビになっちゃうわ。わかってるぜ。よし、ここですかさず F を押す。おめでとう、やっと荷物をピックアップできたわね。大変だったのぜ。気を取り直して、荷物の配達場所を目指そう。あら、よく見ると高度が低い場所は霧がかかったみたいになってるわね。大気汚染の影響で、汚染された空気が下の方に溜まってるのかな？もしくは純粋に天候のせいで霧が出てる可能性も十分あるわね。ビルの屋上に荷物を置けばいいのか。わかりやすくていいわね。機体をぶつけない程度に近づけてっと。荷物を置くときも F を押せばいいのね。配達場所に段ボールを置けたな。配達完了なのぜ。マリサ、これでお仕事終了じゃないわよ。次の集荷場所に行かないと。私に任せろ。ビルのてっぺんに、ドローンのシンボルがあるわね。この街って、本当に人間いるんだよな。データ上はいることになってたわね。室内に閉じこもってるからか、声一つ聞こえないんだもんな。確かにそうね。荷物を受け取って喜んでる人の姿が見られたらいいのにな。この状況だと、相当ありがたがられてると思うわよ。そうだよな、まあいいや、脳内保管しておこう。また配達場所に近づいてきたわ。配達成功なのぜ。さあさあ、次の荷物をピックアップするわよ。一日何個配達すればお仕事完了なんだろうな。集荷場所まであと少しよ。うん？なんかここ、ゴミ捨て場っぽく見えるんだが。この状況だし、ドローンが各家庭のゴミも運んでるんじゃないの？確かにそうだな。だが、ドローンが何台あっても足りなくなりそうだ。配達場所に向かいましょうか。今回の配達先はと。ああ、あそこだな。あら、飛行船が飛んでる。人は乗っているのかしら。どうだろうな。ここが今回の配達先ね。このモヤモヤしてるやつは何だろうな。ゴミ焼却場かもしれないわね。確かに。あらあら、雨が降ってきてしまったわ。ドローンって、雨の日に飛ばして大丈夫なのか？調べたところ、故障や墜落のリスクがあるそうよ。ただ、このゲームのドローンは未来のものだし雨くらいじゃ壊れないでしょうね。そうだよな。物流はドローンに頼ってるわけだから、ちょっとの悪天候で壊れてたら話にならない。あそこから何件か配達をこなしたところで、家に帰れることになったわ。現在時刻は午後6時ちょっと前か。夜は事故りそうで危ないもんな。ドローンの家はあそこね。
眠ってるドローンのシンボルがビルの上でくるくるしてるわ。なんだか可愛いな。近くを飛んでるドローンたちはまだ仕事が終わっていないっぽいわね。お疲れさん。私たちはお先に失礼させてもらうのぜ。ドローンの家って、この蜂の巣みたいな穴の中にあるの？これまた、入るのに苦労しそうな穴だな。うまいこと穴の中に入れたわね。よしよし、おやすみ。あら、またエラーメッセージのログね。不安になるな。大丈夫なのか？病気により人口がわずかに減少、また、原因不明の技術的故障により、いくつかのドローンが破壊された、酸性雨による人口減少が予想される。この期間中は一時的に低層階に移動することを推奨する。病気で人口が減り、原因不明の故障でドローンも壊れたのか。厄介ね。この状況じゃお医者さんも外に出られないし、患者も外を移動して病院に行けないわ。ドローンが輸送する薬で何とかするしかないって感じか？その頼みの綱のドローンも数が減ってしまっているなんて。こうした俺のぜお仕事やるぞ。焦って他のドローンに衝突しないように気をつけてよ。わかってるぜ。いいお天気だし、今日の配達も順調なのぜ。今日も相変わらず大忙しね。ここ、段ボールがいっぱい溜まってるな。配達が間に合ってないのか？見比べると昨日と状況は変わってないから、慢性的にドローンに対して荷物が多すぎるのかもね。厄介だな。不満や愚痴を口にしている人間の姿は見えないけど、きっとみんな困っているのぜ。っていうか、今酸性雨が降ってるわね。このせいで人口がまた減ってしまうと。1952年のイギリスのテムズ川沿いで、5日間の酸性雨で4000人が亡くなったという話があるそうだな。レモンよりも酸っぱい雨だったらしいわね。とんでもない話だ。今思ったけど、雨が降ってるのに屋上に置いて大丈夫かな。さすがに防水対策くらいされてるでしょ。それもそうか。今日も一日お疲れ様。巣に帰りましょう。機体を洗浄して、酸性を洗い流してやりたいな。あら？なんかエラーメッセージのログがいつもより長いわね。これってドローンのエラーメッセージなのか？大丈夫なのか？ドローンの数が未知の技術的脅威のために大幅に減少しているため、医薬品や他の救命資源の配達が遅延している。このような理由から、人口が大幅に減少し始める。いよいよまずいことになったわね。ドローンの数がほぼ半減しているぞ。どうしてドローンが故障し始めてしまったのかしら。原因がわからないってのが一番困るな。私たちが操作しているドローンも、いつ不調になるかわからないわ。さて、仕事に出てきたわけだがドローンの数、減ってるか？確かに減ったかもしれないけど、よくわからないわね。もともと人間は外に出ていなかったから、人が減ったかもよくわからないな。天気は曇りだわね。私たちはとりあえずできるだけ荷物を運ぼう。それもそうね。この感じだと、またゴミのピックアップかな？そうね。物資の段ボールではないようだし。なあ、霊夢。どうしたの？今気づいたんだけどさ、このゴミらしきもの、黒い袋みたいなのに覆われていて随分でかいと思わないか？つまり？もしかして亡くなった人のご遺体なんじゃないかなって。なるほど。配送先のあの焼却場みたいなところで火葬してるってことね。病気が流行ってるし、地面を掘り返して埋葬もできないし、多分火葬してるのかなって。なるほど、おそらくそういうことだわね。これから、物資よりもご遺体を運ぶ回数の方が増えるようだったらバリバリ凹んでしまうのぜ。私たちが操作しているドローンに自我はあるのかしら？これは勘なんだが、人が操作しているんじゃなくて AI という設定なんじゃないかと思うのぜ。まあ、人間が操作しているのだと操縦者が病気になったり亡くなったりすると困るものね。ドローンが壊れていってるのは AI の不具合なのかな。AI が現状に絶望して自滅していってるってこと？だから、このゲームがドローン配達の絶望っていうタイトルなのかもしれないなと思うのぜ。まあ、全部私が勝手に考えたことだけど。なるほどねー。まあ、暗い推測はこのくらいにしておくのぜ。そうね。今回運んでいるのは段ボールだもの。まだ物資を必要としている人がいるってことだわ。よし、今荷物を届けるぞ。なんだかんだ、あの後は物資の輸送ばかりだったから気分が持ち直したのぜ。今日も一日お疲れ様。巣に戻りましょう。相変わらず、スムーズに巣に戻るのは難しいな。やっと巣穴に入れたわね。ふう、おやすみー。うわわわ、なんだこのエラーログの長さ。これ、私たちが操作してるドローンも助からないかもね。
マジかよ、しっかりしろ。現在のデータによると、都市の人口はゼロである。ほとんどのドローンが致命的な故障の後、破壊された。荷物配達の需要がゼロのため、あなたの種目標が更新された。プロトコルに従い、遺体の整理を開始せよ。前回から日付が2年くらい飛んでいるのね。人口がゼロって、全滅じゃないか。ドローンは、私たちが操作している1台しか生き残っていないのね。嘘だって言ってくれよ。血のように赤い夕焼けということだったけど、本当にあたりが赤く見えるわね。本当に誰もいない、ドローン仲間たちが前はあんなにたくさんいたのに。気が重いけど、ご遺体を回収して火葬しなくてはならないのね。頼むから生き返ってくれよ。何かしら？あの荷物。なんか、ドラム缶っぽく見えるんだが。ドラム缶のような入れ物から、人間の手が突き出しているのね。って、変形しちゃってたな。病気のせいでそうなってしまったんだろうか。わからないわ、焼却施設に持っていかないと。ここのビル、てっぺんにリサイクルのマークがついたシンボルが立っているのね。最初はよく理解してなかったけど、そういうことなのか。次の遺体も運ばなくちゃ。あと何回ご遺体を運べばいいんだ。任務とはいえ、とても辛いわね。多分、集荷場所に運べなかった遺体もあるんだろうな。悲しいわね。これで無事に運べたのぜ。本当にお疲れ様。次の目的地はどこなんだ？あら、家に帰るんですって。マジか、ドローン仲間がいてくれたらよかったのにな。巣が近づいてきたけど、本当にこのまま戻れば。なんだ？目的地が更新された？エラーメッセージが出てるわ。霊夢、目的地が自己破壊になってる。本当だわ、そっか、最後の一台もここで機能停止するのね。この命令って、どこから出てるんだろうな？人間は残ってないから、このドローンの AI が判断してるのか？どうなのかしら？どこか別の場所にドローンの操作をしているコンピューターがあるのかもしれないけど。まあでも、このドローンが自分で判断してるのかもな。自分も処理施設の中に入るのね。終わってしまったか。致命的なエラーっていうエラーログが。情報が更新されたな。診断じゃなくて、自由になったっていう表現なのね。これは機械が人間に反乱を起こしたのかな。どうなのかしらね。でも、同じような状況でドローンが勝手に自戒を始めて人間が徐々に死に絶えていくって、想像するだけですごく怖いわ。本当だな。というかこのゲーム72時間で作ったのか。世の中には天才が多すぎるな。荒廃した街の雰囲気がすごく良かったわね。ドローンで飛び回るのも地味に楽しいゲームだったわ。だな。化け物と追いかけっこする展開とかはないから、任務の合間に街をのんびり散策しても楽しいと思うのぜ。よかったらみんなも遊んでみてね。それじゃ、今回の実況はこんなところか。ご視聴ありがとうございました。またねー。またなー。